はい、どうも、ミニマイです。はい。2匹のニャンコ探偵、あ、ちょっと。はい、皆さん、こんにちは、ビジマイです。2匹のですね、1枚ぶっ飛んだんですけど、探偵ニャンコを使いましてですね、お客さんの犯人であるカードを当てたいと思います。まずこちら。今日僕も見ないので、カメラでアウトしてるけど見てません。はい、これ中に入れてあげますと。はい、ありがとうございますね。で、中に入れてあげて、よいしょ、カットしてあげますと。おっとっとっと。よいしょ。こんな感じで、で、2枚のニャンコがですね、当てるんですけど、まずですね、事情聴取じゃねえや。なんでいきなり事情聴取になった。聞き取り調査からですね、犯人を見つけていきたいと思います。こんな方ですね。はい、選んだカードが、選んだ犯人が、スペードのキングが、どっか入ってると思います。はい、まあ、ただ捕まえなきゃ意味がないので、この中からですね、捕まえたいと思います。一瞬です、このニャンコたち。ワン、ツー、スリー、ゴー。1枚だけ犯人と思われるカードを捕まえました。そう、これが犯人のスペードのキングでございます。はい、かなり有名なマジックなんですけれども、まあ、ちょっとだけね、一ネタプラスしたやり方になるので、もしよろしかったら参考してみてみてください。ということで、ウィース、解説いきます。まあ昔からあるとっても有名な探偵カードっていうものなんですけれども、それのね、普通に挟むっていう前にですね、まあ1枚、選んでいただいた犯人を、まあピークだったりとかをして、まず犯人の特定をして、その後に捕まえるっていうちょっとしたですね、まあちょっとしたというか、普通に捕まえる前にですね、前段階で、まあピークでお客さんのカードを、まあ言い当てるっていうのをプラスしただけなんですけれども、まあ多分僕も現場でね、使ったりするんですけれども、まあ昔はですね、昔はというか昔からあるやつは、こう捕まえて犯人ですねみたいな感じにしてたんですけど、まあ、その一歩前に、まあ、お客さんの選んだから例えば今クラブになってるけどクラブのキングだとしたらですね、まあ、ボトムにコントロールをして、そして、まあ、さっきみたいに僕の場合はですねこうカットして、ね、ボトムもトップも変えないカットをしてこの立てた時にまあピークしたりとかしてるんですけれども、この後にまず犯人を探さなきゃいけません、まあ、特定しなきゃいけないっていうのでこういう風にですね上と下に挟みます。そして今犯人をですね調べてる途中ですみたいな感じに言って、で、あ、犯人は分かりました、クラブのキングですね、ただ犯人を捕まえなきゃ意味がないですって言って従来のですねその出し方を加えるっていう感じですね。まあ昔からあるとっても有名なマジックなんですけれども、それにちょっとねプチネタを加えたっていう感じになっております。まあこれも昔ね解説したものなんですけれども、昔動画掘り起こしマジックでございますね。それにちょっと一ネタ加えたものになっております。まあ、机をこうやってない場合にね、ピークできない場合は、まあ、カットしたりとかして、で、お客さんにですね、まあ、カード調べていただいている間に、チラッとボトムを見てピークしたりとか、いろいろ、やり方あると思うので、そこら辺は研究してみてください。ピークして、で、犯人を今、探している途中です。わかりました。犯人はクラブのキングです。で、ここで、おーってなって、そして犯人を、じゃあ、この中から、まあ、52分の1ですね、から、当てますっていうので従来の出し方みたいな感じの流れになると思います。まあ工夫次第でねいろんな演出もできると思うのでそこも考えてみてはいかがでしょうか。ということで、もしよろしかったら高評価チャンネル登録などよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、ちょこちょこね昔のネタも出そうかなと思っております。ということで、バイバイ、にゃん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 。